ニシキヘビ科は、ハチュウコウユリン木に属するとが、ボアカの赤とする説もある。モシキ属は、ニシキヘビ属。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、フィリピン最大種は、アミメニシキヘビで、最大全長990センチメートルと本化。ヘビは木のみならず、厳正する、ハチュウ類最長種。 最小種は、アリズカニシキヘビで最大でも全長70センチメートルほど。ニシキヘビ類は一般に、細長い頭に目は小さく瞳は縦長、太く長い胴体、短い尾を持つ。双排室空の両側には、毛爪状の後ろ足の痕跡があり、オスは交尾の時に、これで、メスの背中を引っかき交尾行動を触発する。もちろんこれを喪失する種も存在し中には、 腰帯が完全に消失した種も存在する。南北アメリカ大陸に分布するボアカとは極めて近縁だが、頭骨の構造の違いや乱性であることなどで区別される。森林やサバンナ、砂漠に生息する。多くの種は地表性だが、緑に色蛇のように樹状性の種もいる。緑に色蛇は、植生や退職、樹状での獲物の待ち伏せ姿勢等。 別科のエメラルドツリーボアと告示した形態を持ち修練進化の高齢として紹介されることも多い。行動は他のヘビ類に比べて鈍く胴を伸ばしたまま歩服前進する。しかし獲物に襲いかかるときは瞬発的に素早く動くこともできる。胴体の筋肉が発達しており締め付ける力が大変強い。捕食する際に狙った獲物を 両角と牙による噛みつきで捕らえた後、素早く長い胴体を巻きつける。それから、強い力で獲物を締め上げて、窒息死させると、従来は思われていた。しかし研究が進んだ結果、2015年頃から、窒息ではなく、強く獲物の体を締め上げることで、獲物の心臓を止めて殺すことが分かってきている。うまく締めつけると、わずか数秒で、獲物は死亡するため、 窒息よりも早く殺すことが可能である。獲物を殺した後、丸呑みにする。大型種は人家付近にも出没して、家畜を捕らえるが、人を襲うことは稀で、こうした事件が起きた時には大きなニュースになる。繁殖形態は卵生で、産卵数は小型種で5から15個、大型種で30から100個程度。母親が、 段階の周りにトグロを巻くことで放卵して保護し、50から80日ほどで孵化する。この時母親は筋肉を痙攣させて、体温を上げ、卵を保温して、発生を促す。ユーラシア本土、アフリカに分布するのは、ニシキヘビ族のみで、他の種はほぼすべてニューギニアオーストラリアに分布する。ニシキヘビ族パイソン側系統群であり、主に、 アフリカアジアに分布するクレードと、主に、インド、東南アジアに分布するクレードに分けることができる。おまキに式きヘビ属モーリア、ヒメニしヘビ属アンタレシア、ワモンニしヘビ属ボスローチイラス、白口にしきヘビ属、レオプイトーン、オウロコニしヘビ属アスピーデティス、パプアニシキヘビ属アポドラ、オセアニアニしきヘビ属リーサス、大型種においては例こそ少ないものの、人間も、 捕食の対象になる。川は革製品に利用されることもあり、川目的の乱獲や環境破壊により生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。日本ではアフリカニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アメジストニシキヘビ、オーストラリアヤブニシキヘビ、インドニシキヘビは特定動物に指定されていて、 飼育にあたり地方自治体の許可が必要になる。都道府県によっては条例により飼育にあたっては地方自治体の許可が必要だったが、動物愛護法の改正により2007年現在特定動物として指定された種を除いては飼育することに対しての法規制はない。小型種はその限りではないが、大型種が多いことから大型の刑事で飼育される。ありがとうございます。